阪神、中日、5日、甲子園、中日、王の雄大が甲子園球場で先発。同球場では通算5勝7敗。白星は20年9月30日が最後で、同年10月29日から4連敗中だ。近年の王野は松田スタジアムで7連敗中、神宮球場で3連敗中と屋外球場を苦手としており、屋外球場の当番は現在10連敗中。 プロ入りの11年から15年まで17勝9敗と得意としていたが、16年以降は4勝23敗と大きく負け越している。